ゆうさん、誕生日おめでとうございます。俺りか。はい。<laughs> ということで、まあ、誕生日になりましたね。僕、38になりましたね。はい。まあ、あのー、結果報告お待ちしております。はい。まあ、大事なのが、あのー、死ぬ前に、あのー、やっちゃうってことですね。<laughs> まあ、あの、本当僕も最近思うことが、やっぱりあの、年取ってきて、 まあ、あと2年で僕40じゃないですか。どうすかガキの頃40歳って考えられましたどうすかガキの頃30って考えられましたなんか中学校の時に他人の先生がなんか青彫りで35、6だったような気がするんですけど、なんか青ョりやな、みたいなってね。<laughs> あれが大人か、みたいな。いやー、自分はそうなっちゃいましたね。うーん。だからもう本当に命ないなと思う。最近本当にもう、 だから結構パワー使える理由って、やっぱもう自分の時間ないなっていうのを常に意識してるので、ね、ユウさんこの前なんか3ヶ月サボってるみたいなね。3ヶ月サボれるってやばないですか <laughs> うーん僕はね、サボってないですね。うーん。てか、サボらないですね。うーん。なんでサボらないかっていうと、 死んだらサボれるじゃないですか <laughs>。てかもうほんとね、時間ないんすよ。もう医者に余命言われてるわけじゃないですけど、もう常に意識してるんで。うん。あと2年で40か、みたいな。もっと、もっとやんないといけないな、みたいな。なぜならば、あの、やれなくなるんで。やりたいと思った時にやれなくなるんで。でも今やりたい、やろうと思ったらやれるんですよ。 でも、それめんどくせえとかね、そういうなんかなんか言い訳でや,やられてないだけで、あの、言い訳すら言えなくなりますからね、本当にやれなくなるんで。<laughs> 今日ね、歩いてたら、歩いてたんですよ。そしたら、目の前に80か70の人がいて、杖をついてね、はあ、一歩歩くのに相当時間かかってましたね。もう僕その後ろ姿見ながら、 あ俺もなんなんみたいな。いや、だから歩くことすらできないんですよ。だから今日僕ね結構歩いたんですよ。久しぶりに。結構、4、5キロぐらい歩いたかな多分5キロぐらい歩いたんですけど。で5キロぐらい歩いてる中で、まあ、最近ウォーキングちょっとしようと思って。で、5キロぐらい歩く中でそのおじいちゃんと遭遇したんですけど。そう。だ歩くってことすもうできなくなりますからね。だから歩かないと、みたいな。<laughs> やべえ、歩けなくなるみたいなね。 歩かないとっていう。だ歩くが一番簡単で健康にいいじゃないですか。だから意識的に結構歩くっていうこと。まあ歩きながら音声学習もできるんで。だから学習しながら歩けって健康にいいじゃないですか。だから最近歩くっていうの結構やってますね。うん。まあ走るのはきついいんですけど歩くのは好きなの。今行けるんでまだ。いやでもね、あのおじいちゃんの後ろ姿見た時ね、俺もこうなんな、みたいな。歩けなくなりますからね。 <laughs> だからまああのー、アクティブに動ける時間なんかはもう本当にもう春卒で終わっちゃいますから、まあ、今年ももう終わりますよねだからそれはもう本当に意識してもう毎日意識しないとダメですよ、まあ、日々意識ですねいや俺もう動けなくなるな俺もうできなくなるなってじゃあ死ぬ前に何してんだと死ぬ前になんかいろいろやっていきたいなっていうだから死ぬ前になんかこれやっときたいなとか死ぬ前に稼いでこうしたいなとか それをもう常に常に考えるっていうことですね。だってそれが現実じゃないですか。でも、その未来のことなんで、先延ばしにしちゃうんですよ。いや、未来は来るんで。もう来てますよね。今年が終わるっていうの。あと3ヶ月で終わるんですよ。もう来てません。1月1日は、あ、2020年みたいな。え、2020年終わっちゃいますよ、もう。クソ早ないですか。<laughs> もう春卒で終わりますよ、あと3ヶ月で。 そう多分もう,もう気づいたらもう年越しですよ。うんなんで、あの、常にやっぱ意識するっていうのが大事だと思いますね。うん。まあ僕はそれで今動いてます。うん。はい。報告またお待ちしております。